2026年の北中米ワールドカップに向けたアジア一次予選が12日、各地で開幕し、第一戦の10試合が行われた。勝者が日本代表と二次予選で同じグループに入ることが決まっているミャンマー対マカオの一戦は、ホームのミャンマーが5対1で圧勝。一次予選突破に大きく近づいた。写真、南野にしか見えない、写真にファンざわつく。 発想が天才。なんだこれすげえ。北中米 W 杯アジア一次予選は、AFC、アジアサッカー連盟、県内の FIFA ランキング界に10カ国が出場。ホームアウェイで2試合を行い、合計スコアで上回った国が2次予選に進出するというレギュレーションとなっている。ミャンマー対マカオは勝者が2次予選で日本と戦うことが決まっているため注目が集まった一戦。 前半39分にミャンマーが先制し、後半10分にマカオが追いついたものの、同17分に突き放したミャンマーが終盤にも次々と加点し、ボイチで圧勝を収めた。なお、この一戦はミャンマーの正常に鑑みて中立地で行われる可能性も浮上していたが、ミャンマーの旧首都ヤンゴンにあるトゥンナスタジアムで開催。ミャンマーが二次予選に進出した場合、 日本の試合も同国で行われる可能性が高まった。二次予選の第一戦ではミャンマーのほかカンボジア、インドネシア、香港、ネパール、シンガポール、モルディブ、台湾がホームゲームを国内で開催。一方、正常の影響により、イエメンは国境に近いサウジアラビアの地方都市アブハー、アフガニスタンはタジキスタンの首都ルシャンベでそれぞれホームゲームを開催した。 一時予選第一戦の結果は以下の通り。第二戦は今月17日に行われ、東ティモールのみ敵地の台湾、タカオでホームゲームを開催する。ミャンマー5、1マカオアフガニスタン1対0モンゴルモルディブ1、1バングラデシュシンガポール2月1日グアムイエメン3対0スリランカカンボジア00パキスタン台湾4、0東ティモールインドネシア6、0ブルネイ香港4、0ブータンネパール1、 Wand